皆さんこんにちは、こんばんは。それでは行きますよー。すでになんかおかしいでしょ？今日の道路は私の貸し切りですか？まさかまさかでしょ。このタイミングで、出てきますかねー。トラックの前には、このようなタイミングで、出てきてほしくないんですけどね。後ろはプリウスです。プリウスといえば、悪いイメージを持ってる方が多いですね。車には罪はないので、乗ってる人の問題かと。販売台数も多いので、目にする機会が多いから。そういう理由らしいのですけど、ドラレコ映像には登場しすぎのような気もします。プリウスミサイルとか、流行語みたいな言葉も生まれるくらいですから、プリウスに乗っている真面目な人は、肩身が狭い思いをしているでしょうね。何する気ですか？名古屋走りですね。やっぱプリウスだわ。捕まればいいのに。ダンプのドライバーは荒っぽい方が多いですが、大型トラックのドライバーは周りに気を使う方が多いように思います。これもその一つです。前のトラックですが、とても良いドライバーさんでした。自動車道の出口なんですが、出口の近くに信号機があり、どうしても長い車列ができてしまいます。左折車も右折車も同じ出口なので、大型車がいるとこのように完全に塞がれてしまいます。ここの出口はほとんどが左折車です。ですが、今回私は右折なんです。左折車がいなくならない限り、私は出ることができません。やっぱり、みんな左折だね。私の右折に気づいた前のドライバーが神対応で進路を開けてくれました。私が通れる分のスペースを開けてくれてます。こういう気遣いができるのも普段から安全運転を心がけて走っているプロだからでしょう。ありがとうございました。